宇宙空間で今回ですね、結構前に実家の近くのお寺でですね、階段すぐ中腹に香りを購入してました。その動画をお届けしたと思うんですけども、そこにですね、こういったものが売っていまして、遮形用紙、この紙質とこういうものを一度やってみたいなと。これをですね、ゆっくりと書で書いてみたい。ではスタート。今回もろうそくの明かりで楽しみたいと思います。この遮形用紙ですね、イライラするな、くよくよするな、ギスギスするな、おおらかにおおらかに、素敵なメッセージですね。50枚入りと。こちらを開けますと、何を書いてるんでしょうか。おおらかに、上手に書こうと思わない、心静かに大切な人を思いながら、なるほど、心を込めてお釈迦様と静かに向き合って遮形ができることは幸せではないでしょうか。素晴らしいですね。そして剥がして、この下、このまた紙見てください。すごい綺麗な和紙です。この下にこの用紙をこのセットすると、下に映るので、これを
常に心地いいですね。やはり結構難しいです、これは。この墨のですね、濃淡がですね、どうしても一定にならないところが、これからの課題でしょうかね。だけどこの質感形容詞、ゆっくりですね、空気を楽しみながら筆を動かして、結構楽しいですね。こちらもですね、まあ、50枚なのでまだまだ楽しめますけど、こういったですね、時間、そしてなんていうか、このスペースが小説。